世界史上最高の人物を決める世界史オリンピック最初の種目政治部門の準々決勝第1組の結果が出ます。いや、やはりここも圧倒的な強さでした。ドイツ代表のビスマルク選手、予選そして1回戦でこの準々決勝まで全く危なげない勝利ですね。そして2位通過は日本の伊藤博文選手、歓声が湧いております。見事にチャーチル選手やルーズベルト選手といった第二次世界大戦の勝者たちを打ち破っての準決勝進出、ベスト10入りです。さあ、そして同時に行われた準々決勝第2組の結果も出ます。ここは新代表の高木亭選手が強かったですね。そして2位争いは混戦でしたけれども、モンゴル帝国代表チンギス・ハーン選手、この方軍事部門では優勝候補と目されていましたが、政治部門でもトップ10入りをするとは、これは予想以上の健闘かもしれません。さあ、そして本日は準々決勝の第3組から第5組までを一度にお送りします。まずは第3組のメンバーですね。さあ、この中で1回戦通過順位最も高く1コースを獲得したのはローマ帝国代表のアウグストゥス選手です。しかしそれ以外のね、皆さんも非常にですね、まあそうそうたるメンバーと言っていいでしょう。戦いが楽しみです。さあ、それではですね、今回も、人物紹介についてはですね、1回戦の動画を参照いただくとして、1回戦の時に、皆様からいただいた様々なコメントをですね、お一人ずつ紹介していきたいと思います。Position number one from Roman Empire, Augustus. さあ、登場しました1回戦第6組1位通過のアウグストゥス選手です。ローマ帝国の初代皇帝ですね。さあ、皆さんからのコメントです。まずこれは実はカエサル選手に対して寄せられたコメントなんですが、カエサルというね、言葉が皇帝を表すのはガイウス・カエサルの功績ではなくてアグストゥスの功績である。パクス・ローマーノの礎を作ったのは五民会になるという元老院を欺く唯一と言っていい方法を編み出し、税制の基本を作り上げたアグストゥスであってガイウスではないと思うというご意見。また個人的にアグストゥスはアグリッパなどの優秀な臣下がいたこともでかいと思うが、それも含めてアグストゥスに入れましたという意見がありました。最後に、アウグストゥスはやってきたことから頭の良さがバチバチに感じられていい。病弱だったし、あのカエサルの後釜に座るのは相当なプレッシャーだと思うけど、よくやってきたと思います。あなた方は、私はこの人生の喜劇で自分の役を最後までうまく演じたとは思わないか。この芝居がいくらかでもお気に召したら、どうか拍手喝采を。そしてあなた方は皆、ご満足でお引き取りを。最後の日、この言葉で人生を締めくくったオクタミアヌス、たまりません。という情熱的なね、コメントをいただきました。ありがとうございました。さあ、続いては第1組1位通過のこの男です。Position number 2 from Republic of Turkey, Mustafa Kemal Atatürk. さあ、ムスタファ・ケマル・アタテルク選手、トルコの父と言われるトルコ共和国の初代大統領ですね。さあ、皆さんからのコメント。政治では様々な改革、特に政教分離や女性参政権などの近代化の改革は素晴らしいもので、当時の中近東の中では最速の改革でした。まあ、当時の中近東で政教分離や女性差別の撤廃がいかに難しいかということですね。それから、近代化が遅れに遅れた瀕死の病人と呼ばれたトルコは、他のヨーロッパの国家に追いつきましたし、今では G20 に加盟するほど成長しましたし、経済力に関しても中近東の中ではトップで、これはケマルの改革をもとにした政策のおかげと言えるというご意見ですね。はい、続いては3人目、同じく1回戦1組の2位通過のこの人です。 Position number 3 from Russian Empire, Catherine the Second. さあ、登場しましたエカチェリーナ2世選手、ロシア帝国の啓蒙先生君主で、ロシア帝国の近代化を果たした屈指の女帝ですね。さあ、皆さんからのコメント。市民経済の自由化に寛容な反面、先制君主としての自分の影響力を絶対のものにするなど、非常にバランス感覚に優れた人物と評価しますというご意見がありました。さあ、その一方で、エカチェリーナ2世は、農奴制の強化とか重税で、大規模な農民反乱まで起きているというややマイナスのコメントもありました。さあ、続いては、1回戦の第9組2位通過のこの人です。Position number 4. From Athens, Pericles.さあ、登場しましたペリクレス選手、アテネ民主制を支え続けた男ですね。さあ、ペリクレスについては一つだけコメントをいただいています。ペリクレスの優れた弁舌は今でも政治家の手本にはなっているが、言い換えると彼ありきのアテネになってしまったので、その後のアテネを見てどう評価するかかなというコメントをいただきました。さあ、最後はそして見事敗者復活を果たしたこの人です。 Position number 5 from Japan,
池田隼人。さあ、我らが日本代表池田隼人選手、戦後日本の主将ですね。さあ、さまざまなコメントいただいております。戦後すぐ日本を世界屈指の大国に乗し上げた池田隼人は選ばれるべきだろう。他のメンツは時間の魔法で過大評価されていると思うというご意見。豊かな日本の礎を築いた池田隼人さんに感謝の念を込めて投票したい。貧乏人は麦を食えって口は悪いけど節約しろってことだもんなというご意見。それから他の偉人は大抵プラスだったものを完成まで持ち上げたわけですが、その点終戦直後のゼロどころかマイナスに等しかった日本経済を先進国レベルまで引き上げた池田の経済手腕は瞠目に値しますというご意見。また池田隼人がいなかったら今の日本は全然違う日本になってた、そのぐらいのターニングポイントというご意見もいただきました。さあ、ということで、もう一度準々決勝第3組のメンバーを振り返りましょう。アウグストス、ムスタファ・ケマル・アタティルク、エカチェリーナ2世、ペリクレス、池田隼人、この中で最も政治的な能力または実績で優れていると思う人物に投票をお願いいたします。さあ、どんどん行きましょう。続いては準々決勝第4組のメンバーが発表されます。さあ、またしてもローマ帝国代表のカエサル選手が1コース、そして2コースはユーゴスラビア代表のチトー選手ですね。この2人が、まあ、1回戦の通過順位では上位ですが、これにエリザベス1世、そして日本代表聖徳太子、さらにはマリア・テレジアが挑むという構図になります。それでは1人ずつ見ていきましょう。Position number 1. From the Republic of Rome. Gaius Julius Caesar.さあ、ガイウス・ユリウス・カエサル選手、共和制ローマの代表ですけれども、終身独裁官と、なったことから、まあ、帝政を始めた人物としても、言われることがありますね。さあ、皆さんからのコメントです。パクスローマーナ完成の礎を築き、その後の世界そのものに多大なる影響を与え、1453年の東ローマ帝国滅亡に至るまでの1000年以上にわたり地上にローマ帝国を存在させる、そのきっかけを作った人物である。その政治手腕は世界史上、類を見ないほど卓越しているというご意見です。また、元老院を抑え込んで自身の権力を絶対化する反面、市民活動の自由化にも寛容であり、パクスローマナの基盤を作った功績は圧巻の一言につきます。先制君主制の理想形は彼の時代にすでに完成していたと言っても過言ではないと思いますというご意見。さらに、軍人としても政治家としても文筆家としても天才で、国家改革を成し遂げ帝国とパクスローマの基盤を作った大英雄、女にもモテる、まさに頭髪以外完璧な男、男の憧れですという、コメントもいただきました。さあ、その一方で、続いてのコメントですね。これは先ほどのアウグストゥス選手のところでも紹介したコメントの前半部分なんですが、終身独裁官になったことが彼自身を破滅に追いやったから、そこは彼の一番のミスではないか、逆に彼の一番の功績はオクタビアヌスを養子にしたことではないかというご意見でした。さあ、続いてはですね、1回戦第11組で、圧勝の1位通過を果たしたこの男です。 Number 2 from Yugoslavia.ヨシップ・ブローズ・チトー。さあ、ヨシップ・ブローズ・チトー選手、戦後の多民族国家ユーゴスラビアをまとめ上げた第2代目の大統領ですね。さあ、皆さんからのコメントです。こんだけぐちゃぐちゃな世界情勢で、あれだけやばい場所に国土を持ちながら、第三世界として東西どちらにも属さず、極めて理想的な社会主義国家を実現するとか、有能というより神がかっている、まさに奇跡のカリスマというご意見や、チトーありしユーゴとチトーなきユーゴを比較すれば、それはもうチトーのチートがわかるってもんよというご意見。それから、ほっとくと勝手に殺し合う民族たちをまとめ上げて数十年間国を維持したチートことチトーというご意見をいただきました。また、チトーは多民族をまとめ上げたことに目が行きがちだけれども、ソ連の隣なのにソ連に対しても強気なままで国を守ったのもすごい。また、チトーとは概念であり、現代の夢であるというご意見もいただきました。その一方で、ややマイナスの意見として、確かにすごいけれど、チトーなき後、結局はユーゴスラビア崩壊しているから、個人的には死後すぐに国が滅ぶような人には選びたくない。けど、すでにバラバラになっている国をそのカリスマと天才的な手腕で一つにまとめていたチトーは素晴らしいというご意見。また最後に、後世への影響という点ではユーゴは結局凄惨な内戦が起きてしまった以上、チトーはゴルバチョフには遠く及ばない。ただ今となっては明らかであるユーゴが内包する極めて難しい問題をうまくやりくりした点は評価しているというご意見もいただきました。さあ、続いては1回戦の第8組で2位通過を果たしたこの人です。 Number 3 from England Elizabeth I。さあ、エリザベス1世選手ですね。イギリス代表、イギリス国教会の確立やスペイン無敵艦隊撃破などで活躍した女帝ですね。さあ、皆さんからのコメントです。
世の政治課題の大半は戦争で解決できる場合が多く、それが政治も難しくしていますね。で、スペインの没落に関しては、開戦以前に金融においてかなりしくじっていて、すべてがイギリスとオランダの手柄とは言わないが、その後の世界を変えたのは確かだから、エリザベスがいいというご意見。それからエリザベス1世は海賊艦隊を経営することで長年にわたりスペイン財政を圧迫したため、アルマダ海戦の勝利は政治的采配による勝利であると。また東インド会社は他国に先んじて設立するなど財政面で非常に優れていた。また彼女はイギリスに書状を捧げていたというご意見がありました。さあ続いては1回戦第7組で2位通過のこの人です。 Position number 4 From Japan Prince Umayado。さあ我らが日本代表聖徳太子選手、馬宿の王子選手ですね、日本の古代から唯一の準々決勝進出です。さあ皆さんからのコメント、間違いなく聖徳太子は入る。聖徳太子の時代から君臨すれど統治せずの原則がある程度定まり、法治国家としてルールを作り、朝貢でなく隋と対等に貿易交流したり、国威発揚も盛んに行っていて日本の英雄であるというご意見。また聖徳太子がいい感じに中国との距離感を取って日本独自の制度を作る方向に動いてくれなかったら、日本はもっと中国の影響をゴリゴリに受けていた国になっていたと思う。またタイミングをうまく狙っていたのか、秦がこっくりと、隋がこっくりといい感じにバチバチやっていた時だから、暴君煬帝も雑には日本を扱えなかった、そのあたり本当に外交がうまいというご意見です。ただその一方で聖徳太子については虚構説みたいなことを言われてるみたいに、伝説での持ち上げが過剰じゃないとは思う。それを考慮しなかったら斬新な政策を指しているとは思うけど、というご意見もありました。最後に、嫁一人の話も聞き取れない自分にとって聖徳太子は神というご意見もありました。さあそして最後はですね、1回戦第11組で2位通過を果たしたこの方です。 Position number 5 From Austria Maria Theresa。さあマリア・テレジア選手、オーストリアを40年間にわたってまとめ上げ近代化を果たした女帝ですね。ただマリア・テレジア選手に関してはほとんどコメントがありませんでした。唯一マリア・テレジアの圧倒的な母性に1票というコメントをいただいております。ということで、もう一度おさらいすると、準々決勝第4組のメンバーは、ガイウス・ユリウス・カエサル選手、ヨシップ・ブロズ・チトー選手、エリザベス1世選手、馬宿の王子聖徳太子選手、そしてマリア・テレジア選手と、この中から一人を選んでいただくことになります。さあ最後はですね、準々決勝最後の組第5組のメンバーですね。いやこれは1回戦でも非常に話題になった、1コースドイツ代表アドルフ・ヒトラー選手、もうあまりにもですね賛否が分かれる結果となりましたけれども、ここは1コースを獲得しています。また2コースには我らが日本期待の徳川家康選手、その他ご覧のような有力選手たちが勢ぞろいです。それではまずは1回戦、第4組1位通過のこの方です。 Position number 1 From Germany Adolf Hitler。さあ登場しましたアドルフ・ヒトラー選手、場内から恐怖の声も上がっていますが、さあドイツ国代表で相当ですね、はい、ドイツにファシズム体制を築き上げた男です。さあまずはですね、非常にプラスのコメント、マイナスのコメント、マイナスのコメントの方が非常に多かったですけれども、少しですね、どちらかといえばプラスのコメントを先に紹介しましょう。ヒトラーって群衆の心理をうまく使ったり、悪としては本当にすごい、怖いけど自分も当時のドイツ国民だったら支持しちゃっていた気がするというご意見や、ヒトラーは自国の代表としてではなく敵国の代表として考えればこんなにも厄介なものはない、大衆の心をつかみ敵に対して残忍で野心をとどまることを知らない、また敗戦国に多額の賠償金を貸すだけ貸して放置するなという教訓にもなっているというご意見もありました。ただ一方でですね、ヒトラーは虐殺を除いたとしても国を滅ぼした人物であり、政治家としてこれほど最低なことはないというご意見や、政治って国民全員を幸福にすることが基盤だと思う、だから国民を殺戮する人は政治詐欺だと思うというご意見もありました。またヒトラーの経済政策を評価する意見をたまに耳にするが、戦争がなくとも数年以内に経済は破綻していたというシュペアの言葉が全てではないかというご意見や、ヒトラーというよりは社派との経済政策である、それも表向きは立て直したように見えるが、実際は借金しまくった上に踏み倒し、戦争を起こして占領した国から財産を強奪するという考えありきの自転車操業であったというご意見もありました。ただこれに関しては少し擁護のコメントもあり、確かに経済はシャハトの功績の部分が大きいですが、ナチスの信者とは言い難いシャハトを重用したヒトラーの効き目も評価できます。
またヒトラーの各分野の専門性に長けた人物をうまく生かす能力は1回戦に並ぶ政治家の中で最も長けているように思います。ただし彼の汚点は本人そのもののイデオロギー的な戦争にこだわりすぎたところでしょうか。ただそれこそがナチスドイツの本質であってかつ普遍のものだったんでしょうけど、という、うまくですねまとめていただいたコメントもありました。さあ続いてはですね1回戦の第8組1位通過のこの方です。 Number 2From Japan, Yasu Tokugawa. さあ、我らが日本代表、徳川家康選手ですね。江戸幕府の初代将軍です。さあ、このようなコメントがありました。徳川家康は日本史の中で最も世界に対抗できる人物だと思う。260年にわたる日本の平和な江戸時代、パクス徳川穴を築いた。まあ近代化が遅れたという意見もあるけど、それは後の将軍がどうするかであって、自分は日本の文化が成熟したという点でも良かったと思うというご意見がありました。その一方で、ややマイナスの意見として、徳川幕府の権力基盤を盤石にした武家諸法度、一国一条例などの政策は、確かに、軽眼だけど、結果として建築、造船など日本の工学技術を300年間停滞させてしまいました。というご意見や、彼の政策は国家の繁栄よりも徳川家の権力維持に主眼を置いていたのではないかというご意見もありました。さあ、続いては1回戦第2組2位通過のこの男です。Position number three, from French Empire, Napoleon Bonaparte. さあ、ナポレオン・ボナパルト選手ですね。こちらも軍事部門では優勝候補の一角と目されております。さあ、フランス革命のね、意義をですね、ヨーロッパ中に広めたフランスの皇帝ですね。さあ、ただしナポレオン選手に関してはコメント欄ではややマイナス寄りのコメントも多かったですね。ナポレオン、確かに自由主義、民主主義の先駆けとなるなど、内政面での活躍はすごいが、外交面では首をかしげざるを得ない。もちろん、諸国からの革命やフランス国力、立地への警戒があってのことでもあるが、当時の列強国ほぼ全てを相手にして戦争をしなければならない状況を作ってしまった。結果勝ったのならば、卓越した戦闘能力を担保とした清掃の成功と言えただろうが、負けてしまったのでは、政治的には評価はマイナスだろうというご意見がありました。さらに、ナポレオンは微妙だと、欧州全土で侵略をし、フランス革命から続く共和制を結果的に王政へ逆戻りさせてしまった。彼には政治よりも軍事部門で活躍をしてもらいたいというご意見もありました。さあ、続いてはですね、1回戦の第4組2位通過のこの人です。Position number 4. From Russian Empire, Peter the Great.さあ、登場しました。ピョートル大帝選手ですね。後進国だったロシアをね、近代化をですね、進めたロシア帝国の代表、ロマノフ朝第5代目のツァーリで初代皇帝ですね。さあ、皆さんからのコメントです。強い国をさらに強くした人も当然素晴らしいけれど、弱小国家を自分も外国でバイトをしながら勉強して大国の基礎を築いた、ピョートル大帝に入れたいというコメントや、働く大帝ピョートル大帝に一票。やはり自分で行動し何でも吸収してやろうという人間が一番すごいな、古今東西変わりません。そのエネルギーがロシアの近代化、大国化の原動力になったことは間違いないでしょうというご意見。さらに、ロシア近代化を導いた政治的手腕はもちろん、使節団に自らも参加したり、死因も真冬のロシアの海に人助けに飛び込んだからといった人間的魅力も兼ね備えた先見性のある人物です。ただ、彼のような指導者にはついていけそうにないですけどね、というコメントもいただきました。さらに、現代知識では民主制万歳、独裁クソみたいな話はよくあるが、官僚制度やインフラが整ってない状況ではある程度の先生は仕方がない面がある。広大な国土のロシアや中国ではなおさらで、辺境のロシアを引き上げた功績はあるだろうというコメントもいただきました。また最後に情熱的なコメントを一つ。後世により良いものを残すことが政治を司る人たちの役目である。ピョートル大帝のすごいところは内政外交戦争だけではない。白人至上主義というか人種差別問題にまで変革をもたらそうとしたところなんですと。彼はオスマン帝国に奴隷とされていたアラブ人の子供たちを連れ帰ると、彼らに高等教育を施しました。そして肌の色や人種は関係ないことをロシア貴族に証明しようとしたんです。その成果がアブラム・ガンニバル将軍です。ガンニバルはピョートルの亡き後、彼の娘で女性となったエリザベータを補佐してピョートルの改革の成果を保守的な貴族たちから守りました。そしてロシア史上最強の無敗の軍人アレクサンドル・スボロフの才能を見抜き軍人になれるようにしたんですというコメントをいただいております。さあ、長くなりましたが続いて最後ですね、1回戦第3組2位通過のこの人です。Number 5 from Soviet Union, Mikhail Gorbachev. さあ、K
決選投票の末1回戦を突破したミハイル・ゴルバチョフ選手、ソビエト連邦代表最後の最高指導者ですね。さあこんなコメントをいただいております。すでにゆっくりと死んでいく状態だったソビエト栄えすぎ連邦を批判を恐れず、ペレストロイカ・グラスノスチを行い、立て直しを図りつつ、ソ連と冷戦に終止符を打った英雄である。また冷戦終結などの政治的な功績を目指しますが、彼がロシアの民衆の娯楽文化に与えた影響も大きいというご意見もありました。ただその一方でですね、政治分野に関しては世界に対してというよりもむしろ自国に対しての利益で見るべきだと思います。だからゴルバチョフは正直微妙かもしれないというご意見や、西側諸国的には最高だけどロシアにしてみればそれをぶっ壊したってだけだから微妙かなというご意見もありました。その一方でそれに対するさらなる擁護として、ゴルバチョフの東世界の定め方は地味だけど場合によっては大きな流血を伴った可能性もあり、今の中国をはじめとした新興国の台頭の中、さらにロシアは遅れを取り世界の混乱要因になっていた可能性も参考にすべきではないか。まあ、ロシアはプーチンの元での揺り戻しの最中というのが現状であり、100年経てば正当な評価が与えられるだろうというようなご意見もいただきました。皆様たくさんのコメントありがとうございました。さあおさらいです。準々決勝第5組のメンバーはアドルフ・ヒトラー、徳川家康、ナポレオン一世、ピョートル大帝、そしてミハイル・ゴルバチョフという5人ですね。この中からお一人に投票をしていただきます。ということで、投票はですね、1月30日土曜日の21時まで、当チャンネルのコミュニティ内に、投稿した3つのアンケートですね、準々決勝3組、4組、5組、それぞれのアンケートから、各組1人、政治的に能力、または実績で優れていると思う人に、投票をお願いします。また、特定の人物に関するコメントも大歓迎です。それでは、次回ですね、準々決勝の結果、そして準決勝の開幕をお楽しみに待っていただければと思います。それでは、さようなら。